皆さんこんにちは、もっち情熱応援団団長です。本日はオメガスピードマスタープロフェッショナル、通称タンタンモデルの実機レビューをお送りしていきます。スピードマスターの登場は1957年、もともとはカーレース用の腕時計として誕生。 NASA と共に月に行ったストーリーはあまりにも有名。発売から現在まで実に様々なバリエーションが展開されています。今回ご紹介する個体は月へと傾向されたムーンウォッチの派生バリエーション。ベルギーの漫画家エルジェが描いたタンタンの冒険の16巻、ディスティネーションムーンに登場する宇宙船に似ていることからタンタンモデルと呼ばれています。プロフェッショナルの名を持つ月面着陸直径の後継モデル、ロマンあふれるツールウォッチ、特徴的な赤と白のチェックのデザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに自分身、くじ位置にスモールセコンド、日付表示はありません。搭載される機械は手巻きキャリバー1861、1969年7月月面着陸時に使用された861系直径の後継機。水平クラッチとカム、そしてブレーキレバーを追加し、クロノグラフ停止時の針ブレを防ぐ設計になっています。振動数は毎時21600、パワーリザーブは48時間です。リューズでの操作は前枚の巻き上げと長針の調整のみ。リューズはねじ込み式ではないため、手巻きムーブメントの巻き上げ時もスムーズに操作することができます。またクロノグラフのスイッチ類にもロックがついておらず、必要なタイミングで即使用することができます。クロノグラフ秒計測はセンター張りで、3時位置のインダイヤルには30分積算計、6時位置には12時間積算計がそれぞれ配置されています。続いて外装デザインです。ケース素材はステンレスチール、サイズは 42mm×13.8mm 厚、ミドルケースが薄く、ベゼル側と裏蓋がしっかりと大きく厚みのある設計。手巻きクロノグラフでかつ水平クラッチという仕様で、中の機械は 27mm 系と小ぶり。対して外装を大きくすることで外的衝撃を緩和するように作られています。この設計あってこその NASA 公認の装備品なんでしょうね。裏蓋ブレスレットもステンレスシール製、風防ガラスは強化プラスチック製です。側面から見た際の複雑なデザインもまたスピードマスタープロフェッショナルの特徴。特にリューズガードからラグにかけての面取りは本当に素晴らしい。ブレスレットは3連コマのステンレスシール製、ポリッシュ加工の切り返しをつけたデザイン、程よい輝きでツール感の中に華やかさをも持たせています。バックルは片開きタイプのフォールディングバックル、操作感は軽快かつしっかり。そして非常に目を引く文字盤デザイン。オメガ公式には過去の傑作スピードマスターマーク2などに使われたレーシングダイヤルにインスパイアされたとありますが、冒頭でもお伝えした通り、漫画タンタンの冒険に登場する宇宙船に似ていることからファンの間でタンタンモデルと呼ばれているそうです。文字盤のカラーも特徴的ですが、ドーム状のプラスチック風防の雰囲気もいいですよね。マットなブラックの文字盤とホワイトの針およびマーカーで非常に高い視認性を確保している点もさすがプロフェッショナルのための時計。そして恒例のリストショット、手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、42mm 系という大ぶりなサイズが生かされた楽しいデザイン、現代アートのようなポップな雰囲気が面白い。普通のスピードマスターじゃ物足りないという方ぜひ。スピードマスターはビジネスの場で使いやすいことでも人気の時計ですが、このバリエーションはプライベートシーンでストリート系のファッションと合わせるのも良さそうです。特徴的な赤と白をどう生かすか、個人的にはナイキのエアジョーダンと合わせたくなる。ジャケバンスタイルであれば、例えばジャケットのボタンのデザインを合わせるとか、オーダーで裏地のカラーを合わせるなどしてみるのも良さそうです。デザインが完成された時計だからこそ、おしゃれにもこだわって使いこなしたくなりますよね。以上、本日はオメガスピードマスタープロフェッショナル、通称タンタンモデルの実機レビューをお送りしました。こちら2016年頃廃盤となっているため、現在は中古市場でのみ探すことが可能です。人気のあるバリエーションなので販売価格はお高め、状態によって160万円から260万円ほどとなっています。気になった方ぜひお店で探してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。